画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、ピです。さあ、今回なんですけども、本日8月29日なんですが、8月31日。まあ、何の日かっていうと、我らが初音ミクさんの記念日、そして16周年の記念日になります。いつも拝んでいた、まあ、プロ世界やってたら一番見てるであろう初音ミクさん、16歳になります。まあ、公式設定も16歳なんで、まあ、なおのこと、めでてって話ですね。で、先日行われたワンダショ生配信の方で、この初音ミク16周年のお話をね、声優さんたちがやっていたんですが、まあ、上白瑠衣くんの声優さん、トキさんが、まあ、このような言葉を残していったんですね。8月31日の0時に何かあるかもしれません。俺は運営に消されたくありません。言えるのはここまでです。みんなこの時間までは自分のやりたいプロ世界以外のゲームとか、オンラインで友達と遊ぶとか、宿題は終わらせて、スマホもしくはタブレットで待っていた方がいいかもしれません。ぜひバーチャルライブに遊びに来てください。とのことです。はい。まず何かが起こるかもしれません。起きないはずがないんですね。この言葉を残した瞬間に何かが起こらない可能性はないんですね。まあ、絶対何かしらが起こると。で、それは何が起こるんだっていうのをちょっと考えていきます。まあ、2日後の0時には何が起こるかは明かされるんですが、まあ、ちょうど今日の15時にプロセカのお知らせですね。こちら更新されたんで、まあ、ご一緒に見ていくと、まあ、ハッピーアニバーサリーライブミク2023でプロセカ内のハッピーアニバーサリーガチャ予告初音ミク16周年記念ログインキャンペーンの3つが更新されてて、これも配信で紹介されてたやつなんですが、ログインキャンペーンですね。ログインすると、ミク16周年記念お祝いミクケーキがもらえます。まあ、これはライブブーストドリンク台と同じ扱いなので、まあ、使わずに一生保存するのが、まあ、大体のムーブですね。でハッピーアニバーサリーガチャ、ハッピーアニバーサリーライブ、まあ、一緒なんですけど、まあ、先ほど見たトキさんの残してった言葉、ぜひバーチャルライブに遊びに来てくださいなんで、まあ、バーチャルライブに関する何かなんですね。まあ、バーチャルライブといえば、ちょっと前秋山みずきちゃんのバースデーライブ、なんか人が多すぎたかわかんないですけどサーバーがねダウンしたんですが、今回サーバー大丈夫なのかちょっと気になりますが、まあ、特にバーチャルライブの会場行ってもヴァンパイアが流れてるくらいで、別に変わったことはないんですが、ただこちら公演時間が13分尺なんですね。どうなんでしょうかね。これは僕の体感なんですが、まあ、大体のバーチャルライブ10分以内もしくは10分以上くらいで、10分以内だったら披露する楽曲は1曲、10分以上なら2曲くらいの感覚で、で13分なんで、まあ、2曲ですよと。まあ、なのでいつも通りだったらミクさんが2曲、まあ、何かしら、まあ、テルユア入るでしょうねぐらいの、まあ、プロセカに実装されてる MV で考えると、バーチャルライブが披露されるんですが、バーチャルライブで何かがあると、新曲かミクさん単体のバーチャルライブで披露される新しい曲、まあ、説があるわけですね。この場合、まあ、バーチャルライブ以外で何かがあるんだったらまた考え方変わるんですが、バーチャルライブで何かあるって、まあ、多分その瞬間に追加される楽曲、まあ、今まで何回かありましたよ、ミクの日だとか。で、まあ、この16周年記念に初音ミクの公式、YouTube チャンネル、16周年記念曲というものがあるんですね。で、まあ、それがデコニーナさんのブループラネット。で、この楽曲は一部トレーラーで聴くことはできますが、フルは YouTube とかでは上がってなくて、それプロセカでも実装だったら、あっちいなっていう考えですね。プラスバーチャルライブで披露するんであれば 3DMV 付きと、ま、いろいろ考えたんですが、これが一番、トキさんの言葉を解釈していくと、まあ、こういった方向にね、僕は考えが落ち着きましたね。ぜひ皆様の初音ミク16周年アニバーサリーに何が起きるか、そちらもコメント欄に残してくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。